いろいろ起きていますね。内藤氏が、なぜか日暮里で飲んでいたのに、23区から別のところで逮捕。どうも、喧嘩売られ何かを投げつけたようです。これ、病気だな。命よりも、今を楽しむ。ここまで来ると、周囲や環境は関係なくて、単に飲みたいから飲む。意識の問題だな。今を積み上げて、今よりも輝く未来ではなく、 今が良ければいい。これをビジネス業界では、リスク管理って言うんですね。基本的に会社って、営利社団法人で、営利、利益を追求することを目的としています。利益を追求する、階段を上っていく、皆で豊かになっていく。けれども、小林製薬みたく、品質管理に失敗して重大事件を起こることもあります。そうなると、 利益を追求するどころか赤字に転落。これをリスク管理、その対策って考え方をするんです。利益を個人に置き換えると、夢になるんですけど。その夢を実現するために、今を生きる。その過程ががむしゃらで、マジで楽しいものなんで。それこそ、がむしゃらすぎて、後から振り返って、俺ってこんな茨の道を歩んでいたんだ。マジで苦行じゃんって思うもんですよね。 振り返るのが早すぎる人は、夢の通過点で諦めちゃうし、夢ロードから外れがちなんです。もしかしたら、先の未来に何かを見出していないのかなって思っちゃいました。それか、今の充実が何よりも一番なのか。続いて、大関さんがおでこに怪我をしていました。寝ていたら、犬にかじられたみたいです。ちょっと痛そうでした。そして、両替所もオープン。 おそらく、早々に投資回収しそうですね。歴史的な円安が続いていて、一時期は政府も介入しましたが、歯止めが効いていません。浅草なんて、町全体が満員電車状態です。すごいですね。小山氏は室内でうねうねしていました。ちょっとだけ見ましたが、一時期よりも肉が乗ってきていますね。筋肉が少ないから立体的ではなく、丸みを帯びちゃう感じです。 すごいなって思いながら見るんですけど、完全に趣味の世界で、配信でお金を稼ぐって思っていませんよね。誰も放送していない避難所的に常に放送しているわけでもないし、みんながクリックするネタがあるわけでもない。俺が出ているから、俺を見ろに徹しているのは、一つありかもですが、お金を稼ぐのに直結していない気がするんですよね。どちらにしても、今月末の収益は期待できないので、 どのタイミングで回収に走るのか、投資が持ち上がるのか。では、チャンネル登録お願いします。